トミユー・リッチは、オーストラリア・ニューサウスウェールズ州シドニー出身のサッカー選手。オーストラリアのマッカーサー FC 所属。オーストラリア代表。ポジションはフォワード。トミユリッチ、トミジュリッチと表記されることもある。1991年に、オーストラリア生まれであるがクロアチアにルーツを持っている。クロアチア時代 NK クロアチア世全てでデビューし、NK ロコモティバザグレブ。 NK インテルザプレシッチに所属した経験を持っている。アデレードユナイテッド FC2013 年に、アデレードユナイテッドと契約して故郷に戻った。ウェスタンシドニーワンダラーズ FC2014 年9月18日、日本のサンフレッチ広島が興味を示しており、スウェーデンからの50万ドルやロシアからの70万ドルの、オファーを超える提示額でオファーを出す可能性が高いと、報じられた。 トミー・ユー・リッチは、A リーグ14から15シーズン末に契約終了となり、代理人によると広島はすでに接触してきていると報じられていた。AFC チャンピオンズリーグ2014の決勝第一戦は、ユー・リッチの得点で1から0で勝利すると、アウェーの第二戦は0から0の引き分けに終わり、ウェスタン・シドニー・ワンダラーズは、AFC チャンピオンズリーグを創設3年目で、 初優勝を果たした。2014年の AFC チャンピオンズリーグでは途中出場から貴重なゴールをいくつも奪って注目を集めた。2015年5月にウェスタンシドニーワンダラーズと契約満了となった。ローダ JC2015 年6月以降フリーの状態であったが2015年8月15日オランダのローダ JC へ移籍することが発表された。 契約期間は1年であるが、さらに1年に延長するためのオプションが付随している。東アジアカップ2013に、オーストラリア代表として初招集されると、試合は敗れたが、日本戦で得点を記録した。AFC アジアカップ2015では、オーストラリア代表として、自国開催でのアジアカップ初優勝に貢献した。国際 A マッチ41試合8得点。ありがとうございます。